揺れ動く隙間ができて、すごくここも軽い印象になります。チェキチェキ、こんにちは。表参道フラティスト、あやまです。今回はこんな感じで毛量が多い人でもできるゆるふわ巻きを紹介していきます。私もこの髪の毛が多い方なんですけど、毛量が多い人が普通に巻いてしまうと、巻いてるのにボバッとしてしまって、なんか可愛くないなんてことありますよね。髪の毛の多い人でも重たい雰囲気がなく自然な感じに仕上げたいですよね。そんな巻き方のポイントは3つあります。毛先、顔周り、表面です。この3つのポイントを押さえると、毛量が多い人でも多く見られない、そして可愛いゆるふわな巻き髪にできるので、今日はそのためのコツやポイントを解説していくので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、ということで早速紹介していきます。今日使うコテはじゃん、こちらのヘアビューロン 4D プラスです。温度は160度です。今回は右と左で比較をしていきたいので、まず右側から巻いていきたいと思います。まず最初は全体の毛先を内巻きに巻いていきます。で、この時にただ毛先だけを内巻きにワンカールするのではなくて、一度上の髪の毛も熱を通してから毛先をワンカールしていきます。一度アイロンを通して熱を通すことをアイロンスルーと言います。これをすることで髪の表面にあるキューティクルが整ってくれるので、髪にすごくツヤ感が出ます。そしてまとまります。キューティクルって髪の毛に対して鱗状にあるんですけど、そこにアイロンスルーで熱を加えてあげることによって、鱗が綺麗に整列するイメージで髪も綺麗に見えます。逆にこのキューティクルが閉じていない状態だと髪がボサボサに見えてボリュームも出ちゃうので、毛量の多い人は特にこのアイロンスルーは必ずやるようにしてください。ここはもう正直ざっくり雰囲気で大丈夫です。ある程度アイロンスルーをしてボリュームを抑えて毛先が内巻きに入っていること、ここさえできていれば大丈夫です。で、この毛先をなぜ内巻きに先にワンカールをしていくのかというと、これは巻き残しを防ぐためです。よく最後全部巻いた後にちょっと手ぐし通すとピーンってしたまっすぐな髪の毛出てきちゃうっていう方いませんか？それは先に毛先をワンカールしてあげることによって、たとえ巻き漏れをしちゃったとしても巻き漏れに見えない、ごまかせることができます。あと毛量の多い人が毛先まで巻き髪を作ると、毛先に巻き髪が溜まって重く見えちゃうので、先に軽くこの平巻きをすることで毛先も重い印象にならず、軽い感じで巻いてあるように見せれるので、この最初のワンカール必ずやるようにしてください。ほら、もうこの時点で結構落ち着いてますよね。だいぶ髪の毛が整ってツヤツヤになってますね。はい、で次髪の毛を今度は巻いていくんですけど、さっきも言った通り毛先まで巻き込んでしまうと、この下にねもうすごいボリュームが出てしまうので、今回は毛先を外して巻いていきます。で、この巻く時も頬より下の髪の毛を巻くようにしてください。理由としては、髪の毛が多い人がこの結構上の部分から巻いてしまうとすごくボリューミーで、より頭が大きく見えてしまいます。どれだけ違うのかちょっと一度やっていきますね。まずは頬から下の部分、毛先以外を巻くバージョン1つ目、これがやってほしい巻き方。これだとカールもできてるけどボリュームも出てないですよね。では次、上の部分から毛先までしっかり巻いた時のパターン、じゃん、こんな感じです。華やかすぎるというか、ちょっとボリュームが出すぎちゃうかなっていう感じです。一回直します。どうでした？やっぱりさっきの今の2つ全然違いましたよね。頬から下を毛先を少し外して巻いていく、これが正解の巻き方です。頬の下から巻くこと、毛先は巻かない、この2つ覚えておいてください。こんな感じで全体を1回巻いていきます。で、最初は外巻きに巻いていったので、次の束は内巻きに巻いていきます。これも同じように毛先は外して頬から下を巻いていきます。で、だいたい髪も 1,2,3,4 束に巻けて、片方4束巻いていきます。4束じゃ巻けないっていう方は5束にしてもいいし、6束にしても大丈夫です。はい、では今外巻き内巻き
ときたので次外側ですね。外巻きの時はレバーが前に来るように、後ろ向きだと内巻きになってしまうので必ずこのパカパカするレバーが必ず前側に来るように挟んでそのまま後ろに巻いていきます。手先は外しますよ。次内巻きです。外巻きの時にレバーは前だったので今度はこの部分が後ろに向くようにアイロンを挟みます。そのまま前に巻きます。毛先は外しています。こんな感じです。はい、ここまで大丈夫ですか？そして最初にも言ったポイント覚えてますか？先ほど言った毛先ともう一つは顔周りですね。ここポイントです。私ここ今最初外巻きにしたじゃないですか。これってこの顔周り最初の束が内巻きになっていると横にボリュームが出てしまって重たい印象になります。なので必ず顔周りは外巻きで巻いていってください。外巻きに巻くことでこう後ろに流れがこう行くので目線もねそっちに行くので重い印象になりづらいんです。でまた一つポイントなんですけど、この内側のねもみあげの部分ももう少し別で外巻きに巻いてあげると顔周りに隙間ができて顔のラインがすっきり見えます。ここもポイント。この時も毛先は外して巻いていくんですけど、このねもみあげの部分も軽く巻いてあげるとここのね揺れ動く隙間ができてすごくここも軽い印象になります。ぜひこの顔周りとこのもみあげの部分この辺りの巻き髪意識してやってみてください。必ず外巻きですよ。はい、もうねここまでできたらもう少しで完成ですよ。最後のポイント3つ目、表面の巻き髪ですね。細かい毛束でだいたい1、2、3、4束ほど巻いていきます。でこの表面の髪の毛もかなり細かい束でいいです。本当にもうこれくらいです。これくらい、わかります？そのぐらい細いイメージの髪の毛を取ってください。でこの細い毛束も外巻き内巻き外巻き内巻きと巻いていきます。でこれ巻く時のコツというよりは抜く時がすごいポイントなんです。まずね皆さん普通にやるとこうなりますよね。で特に細かい束だし跡ってつきやすいんですよ。だけどこう横にね大きいウェーブが出ちゃうと結局ボリューミーじゃんってなっちゃいますよね。抜き方なんですよ問題は。こうただ抜けばいいわけじゃなくて少し下に引っ張りながらテンションもかけながら抜いてあげるとすごい絶妙にいい収まりのいい巻きができるんです。今からやっていきますね。はい、ではいきますよ。まず外巻きです。レバーは前ですよ。外巻きに巻きます。そしたらこう一回挟んだ状態で縦に引くんですよ。でそのまま離す。そうすると分かりますか？横のボリュームが出ない状態でしっかり巻きが作れるんです。全然違くないですか？さっきと。では2つ目の束も同じようにいきますよ。はい、細い束を取ってください。今度は内に巻いていくのでレバーは後ろ側です。でこの状態で巻いていきます。でこの時も毛先は少し外します。そして下に下に伸ばしながら外す。動きがあるけど横のボリュームってすごい少ないですよね。同じように次3つ目の束巻いていきます。次は外巻きなのでレバーは前です。毛先は少し外してこのまま縦に引く。はい、次最後4つ目の束です。後ろの髪の毛は巻きやすいように前に持っていきます。そして最後内巻きなのでレバーは後ろです。このまま内巻きに巻いていきます。毛先は少し外してすぐ下に引っ張りながら抜いていきます。はい、これで巻き髪の完成です。で軽く手でねほぐしてあげて巻きが足りてなかったかなって思うとこは足していってください。この辺とか緩いなって思えば必ず頬から下の部分ですよ、軽く足していってください。でここでやりすぎてしまったらボリュームが出てしまうので、まあ、やりすぎない程度で足していってください。はい、どうですか？全然違いません。巻いているのにむしろ巻いてる方がボリュームが少なく見えますよね。やっぱりこの巻き方すると髪の毛多いの分かんなくないですか？はい、では右と同じように左側も巻いていきたいと思います。はい、ではまず最初ポイント毛先ですね。アイロンスルーをさせながら毛先を内巻きに巻いていきます。はい、そうしたら毛束を4つに分けて毛先を外しながら巻いていきます。顔周りはまずは外巻き、頬から下ですよ。次は内巻き、レバーは後ろ、毛先を外して巻いていきます。もみあげの部分ももう一度巻いていきます。表面の髪の毛、細い束を取ったらまずは外巻き、この時に縦に引っ張りながら抜く。
時は渦巻き、同じように巻いたら縦に引っ張りながら抜く。3本目、外巻きで引っ張って抜く。はい、4つ目、内巻きです。折りながら抜く。はい、これで巻き髪の完成です。全然ビフォーアフターの差がすごいですね。巻いてる方がボリュームがダウンできてる。最強ですよね。で、この巻き髪だけでもだいぶボリュームを下げることができたんですけど、さらに最後スタイリング剤、じゃん、 N ドットポリッシュオイルを最後につけることによってよりボリュームダウンができます。これもすごくポイントで、髪の毛の多い人は絶対オイル系のスタイリング剤がおすすめです。だいたいこれくらいなんですけど、このオイルつけるだけでボリューム下げれるし、うるいウエット感も出て今っぽい質感にもなるし、なんかすごくおしゃれになります。で、このエネドットポリッシュオイルってすっごい持ちがいいんですよ。なんかたまにお客様でもオイルをつけてももうお昼頃にはパサパサになっちゃいますっていうお声をよくいただくんですけど、もうこのエネドットポリッシュオイルってそんなことなくて、もう朝つけたら夜まで持ちます。めちゃめちゃおすすめです。いい感じ。どうですか、この質感わかりますかね。このちょっとパラッとした感じ、めちゃめちゃ可愛くないですか。これすごい今っぽいですよね。はい、こんな感じで完成しました。めちゃくちゃいい感じ。もう忘れたんじゃないですか、こんないい髪型見てると。私の最初のビフォーすごかったですよね。もうそれがこんなに綺麗になりました。では皆さん、最初に言ったポイントを覚えてますか。毛先と顔周りと表面、この3つ覚えてますか。この3つのポイントさえ押さえていれば、ボリュームが多くて頭が大きくなっちゃうっていう人もボリュームを抑えたゆるふわな可愛い巻き髪ができちゃいます。ぜひ皆さん参考にしてください。はい、ということで今回は毛量の多い人がボリュームダウンできるゆるふわな巻き髪の紹介でした。参考になった方はいいね、チャンネル登録お願いします。で、下にコメント欄もあるので、たくさんコメントお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。